おはようございます、木上です。いや今日はですね、午前中バタバタと仕事して、でようやく午後仕事一段落したところで、ちょっと出かける用事があって、まあ、家族迎えに行く用事があったんで、出かけるタイミングで、うまくドライブ動画撮るために、新ガジェット登場させられるかなと思ってたんですけど、これ見てください。ちょうどアマゾンが入れ替わりで届くっていうことで、いやー残念。また帰ってきてからゆっくりレビューしてみたいと思います。それではちょっと行ってきます。はい、ということで改めましてなんですけれども、外もねすっかり、暗くなっちゃって、帰ってきて、本当だったらドライブ動画撮りたかったんですけど、ちょっと今日は撮る時間もなかったんで、いきなり、こちらの開封ということでですね、いよいよ開けられるというところで一緒に見ていただければと思います。はい、ということで早速開けていきたいと思うんですが、もう多分もう皆さんご想像の通りのものですね。じゃ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 ーんということで、こちらですね、ロードのワイヤレス GO、ついに買ってしまいました。いやまあやっぱしね、いろいろ悩みに悩んだんですけど、ピンマイクないといろいろ運用厳しいところあるかなっていうのもあって、このロードワイヤレス GO を、チョイスしてみたんですけれども、いろいろこう他にもピンマイクってあって、一長一短あるみたいなんですけれども、今回はこの無線タイプのやつで、やってみようかなと思っています。で今回は胸元につけるようなピンマイクではなくて、もうこのワイヤレス GO 本体を使った集音でまずはトライしてみようかなっていうところで、結構これ本体でもいい音取れそうなので、ちょっとそこら辺を試しやってみようかなという感じですね。ということで早速開封してみたいと思います。よいしょ、よいしょ、あれなんか開け方違うかな、あこれごとか、こんな感じですね。で、ティアヒア、ここから開けるんですね。で、じゃじゃーん。あ、なるほどね。まずは、多分これが本体。それから、USB ケーブルが2本と、この、イヤホン端子ですね。それから、このモフモフが2個ついてきて、それから簡単なクイックマニュアルみたいなやつですね、こういうのがついてくるという感じですね。ちょっとこの中を早速開けてみましょうかね。あ、でも思ってたより小さいかもしれない。こんな感じですね。これが多分受信機側だと思うんですけど、結構コンパクトで、もう本当に手のひらサイズですね。うん、いい感じです。これを胸元につけるには多少重さはあるけど、つけててもあまり苦にならないかなって感じなんで、ちょっとこれはねいい買い物をしたんじゃないかなっていうところで、ちょっとこの後音質とか、他の部分もチェックしていきたいと思います。はい、ということでマイクの方をつないでみたんですけれども、音質の方いかがでしょうか。一応ねこのピンマイクだけだと怖い部分もあったので、このメインのマイクもね今一緒に収録してみてます。多少こう体とね離れてる部分ありますけど、多分ピンマイクをつける位置としてはこれぐらいの距離になるかなと思っているので、これぐらいでどれぐらいこう音が入っているかというのを聞いていただければと思います。一応同じロードのマイク2つなんですけれども、マイクの特性とかそこら辺が変わってきているので、かなりこう音の取れ方の具合っていうのは違うんじゃないかなっていうふうに思っているんですけれども、そこら辺の違い、それから一番気にしているのが周りのこの音をどれぐらい拾うかっていうところですね。そこをちょっとこの後のね編集で見極めてみたいなと思ってます。理想的には車の中だったりとかノイズのひどいところで周辺音を拾いすぎないっていう方がメインになってくるかなと思うので、ちょっとそこら辺の性能をね、チェックしたいなと思います。で一応今シャツの方にピンマイク移してみたんですけれども、これでどれぐらい音質変わるかっていうのもちょっとチェック金がね、取ってみてますけれども、やっぱちょっとこう T シャツとかの襟元だとピンマイクつけてるとそこだけがねよれるというか、
見栄え的には良くないかなっていうところはあるんですけど、まあそれでもね、まあ、言うほど重くはないので、まあ、実用範囲かなっていうような感じですね。車の中だと例えばシートベルトに挟んでおくとか、何かそういうやり方を見つけられるんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっとそこら辺のクリップする場所はいろいろ研究していかないとまずいかなと思うんですが、それでもかなり使い勝手は良さそうです。はい、ということで、まあ、今日は簡単ではありますけれども、ロードのこのワイヤレス5を買いましたというような、まあ、開封散財日記という感じになってしまいましたけれども、この後このメインマイクとともにですね、まあ、音の比較をしてみて、まあ、実際にどっちの方が運用しやすいかっていうところも含めて、チェックしていきたいと思っています。ちょっと今日のねプロペラ談義はまた別に枠を取ってやろうかなと思っているんですけれども、そちらも合わせてチェックしていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。それでは、そうそう、最後に ZV-1 にどういう風に取り付けてるかなんですが、今のところはこのクイックシューのところにクリップさせるような感じでつけてるんですけど、ちょっとこの状態だとクイックシューが左側でプラグが右側なんで、このケーブルがね、あんまりこう良くないんじゃないかなっていうような感じですね。そこら辺の相性みたいなところがあるんで、もしかしたらスモールリグだったりとか、他のアタッチメントをつけてあげて、レシーバーの方を逆サイドに持ってこれるようにした方がいいのかなっていうところも、ちょっと検討事項かなという感じですね。車の中とか、まあそういうところの撮影だったらいいかなって思うんですが、まあ実際外にね、こう出て使ってみようっていうような運用を始めるときには、ちょっとそういうところも考慮しないと、このなんかダランとしたケーブルが、まあなんか引っかかったりとか危ないんじゃないかなっていうような懸念はなんかあるんじゃないかなっていう感じです。まあそれを除けばね、基本的にはすごくいい状態になってると思うので、この装備でこれから Vlog ますます頑張っていきたいと思います。